いい返事だ。少しは期待できそうだね。タクトさんなら大丈夫ですよ。私応援してますから。どこでもお好きな場所をどうぞ。どんどん案内しちゃいますね。マイヤーズ司令およびエンジェル隊パイロットは至急ブリッジへ集合してください。繰り返します。マイヤーズ司令。どうしたんでしょう。遅いわよ、二人とも。私たちは急病前に到着したばかりですが。余計なことは言わなくていいの。クールガラス副司令、状況をお願いしますわ。エオニア軍の予想進路が分かった。どうやらこの中域に網を絞ってきてるらしい。多分まだだろう。こっちも今しがた無人哨戒機の情報で分かったくらいだしな。はい、エオニア軍の進行速度から言って発見されるかどうかギリギリだと思います。このままじゃ見つかるのも時間の問題だね。先手を打って紋章機で迎撃した方がいいんじゃないかい。でもじっとしていればやり過ごせるかも。それはそれで気がついた時に包囲完成という可能性もありますわ。どうする。いや、方策はもう一つある。ヘルシオール以外の艦隊はすぐにでも動ける。それを利用して敵の目をくらますのじゃ。私がいいの。わしが残存艦隊を率いておとりになろう。幸いこの距離なら影絵の判別はつくまい。敵もまさかエルシオールが単独で逃げるとは予想しておらんじゃろうしな。エルシオールが離脱するまでの時間を稼げれば十分じゃよ。最も重要なのは芝王子の安全じゃ。あの方は王国に残された最後の希望なのじゃからな。黒い！これはお前の元教官としての追加授業じゃ。心して聞け。指揮官たる者、常に任務の優先事項を認識し、そのために己に何ができるか、何ができないかを考えよう。戦っているのはお前一人ではない。周りの者たちを信頼し、その力を借りることもまた優秀な指揮官の資質と言うんだろう。その上で決断すべき時には速やかに決断し、それに迷うてはならん。上に立つ者の迷い、部隊全体の迷いにつながるな。わかったか。わし、では行くとするかの。レフト順調には大変お世話になりました。ムーンエンジェル隊を代表してお礼を言わせていただきます。ご分。おいおい、なんで根性の別れみたいなこと言わんでくれ。私はむざむざ命を捨てるつもりなどないぞ。大丈夫じゃよ。伊達に長いこと修羅場をくぐり抜けてはおらん。ああ、見ているがいい。は、失礼いたしました、順将。ではな、タクト、エスター、エンジェル隊の諸君、芝王子を頼むぞ。ルフト艦隊、アステロイド隊を抜けました。エオニア軍の進路が変わった。うまく引っかかってくれたみたいだ。
より報告。エンジンの修理完了したそうです。通常航行、クロノドライブともに支障なし。タクトさん、今のうちに急いで脱出しましょう。ルフト純正の行為を無駄にしないためにも。発進、警戒を怠るなよ。了解しました。では失礼します。ルフト純正のおかげでしばらくは無事に行けるだろう。しかしこっちもこの先が大変だな。護衛艦隊がいなくなり、エルシオールは丸裸。途中で何度か補給も必要になるだろうし、そこを敵に狙われたら。見つかったら紋章機で叩いて逃げて、またクロノドライブか。危なっかしい道行きだな。全ては司令官のお前にかかってるんだ。期待してるぞ。お前のそんなお気楽なところが心配でもあり、頼もしくもありだよ。目標ポイントに到着しました。航路クリア、重力障害ありません。よし、恒星艦後方に移る。クロノドライブ開始。クロノドライブを行っている間は通常空間から干渉を受ける心配はないからな。逆もまたしかりだが、タクト、お前は綺麗な女の子たちとやらの様子を見てこいよ。ブリッジは俺が引き受けた。ああ、紋章機の性能はエンジェル体の精神状態に左右されるんだってな。つまりエンジェル体と信頼関係を築いて士気を高めておくのも司令官であるお前の重要な仕事というわけだ。ああ、ちょっと待て。言うまでもないこととは思うが、上官として公私の区別はわきまえろよ。だけど、この先本当に大丈夫かしら。あんな奴が司令官じゃたまんないわ。ねえ、フォルテさんもそう思いません？そうだね。紋章機の確認に来るのは早かったから、やるべきことは一応わかってるみたいだけど、ただ、まだまだ未熟だね。そうですよね。なんかボケーっとしてて優柔不断な感じですよね。やる気はあるようだけど、行動の方が伴うかどうか。大丈夫よ、タクトさんはこの前の戦いでもきちんと指揮してたじゃない。あれだけじゃまだなんともね。ミント、あんたの見立てはどうなのさ。型通りの人物ではないと言いますよね。私の能力にあんな反応なさった方が初めてですわ。何があったか知らないけど、あんたにしては随分勝ってるみたいじゃないか。そうは言っておりません。興味を持てる対象ではありますが、司令官として有名かどうかはまだ未知数ですよね。あんたはどうなのよ、ワンダ。私は命令に従うだけです。あっそ。ともかく、あの司令官殿を支えてやらないことには勝てるもんも勝てなくなる。あたしらがしっかりフォローしないとね。そうですね、頑張りましょう。はあ、しょうがないわね。
私は用事がありますので、これで。ああ、それじゃあ私らも出ようか。あれ？タクトさん？はい、忘れ物を取りに。タクトさんこそここで何を。じゃないって。いいえ、私たちこそタクトさんにひどいこと言ってごめんなさい。あの、あまり気にしないでくださいね。女の子同士の噂話って時々遠慮がなくなっちゃうんですよね。ないと思います。みんなはまだタクトさんのことをよく知らないから戸惑っているだけですよ。あ、そうだ、ピクニックに行きましょう。ピクニックですよ、ピクニック。はい、私たちとタクトさんとの親睦を深めるんです。展望公園でお弁当食べてのんびりして。今日これから行きましょう。今はクロノドライブに入ってるから敵と戦う心配はないでしょ。ちょうどいいじゃないですか。あ、タクトさん、ラーパたちにもこのことを教えてきてもらえませんか。私は今からお弁当を用意しないといけないですから、もう超速攻で30分くらいで作っちゃいますね。